よろしくお願いします。対局開始。3段ですね。勝てますかね。頑張っていきましょう。向こう三間飛車ですね。こちらは相振り飛車でいきましょう。まあ相振り飛車は難しいんですよね。向こうは何ですか。矢倉。こっちは、まあ壁銀好きじゃないんですけど、金無双を目指しましょう。なんか相振り飛車には金無双がいいと話が聞くので。2分30秒とりあえず角交換しましたが、向こうは何ですかね。2筋から攻めてくる気ですかね。飛車先が伸びてませんが、まあここでちょっと一歩取っておきましょう。どこまで引くか。8六か下段まで引くか。下まで下がってみますか。まあとりあえず5六角と打って歩を取りに行ってみましょうか。まあ、相手がちょっと4四銀と来られるとちょっと嫌ですね。同歩同銀。2分。まあこれは取り込んで、桂馬跳ねの桂頭の歩打たれたらどうしようかな。何も考えずに跳ねましたが、もう一発何も考えずに跳ねて歩の餌食ってやつですかね。よし、時間は勝っているのでなんとか逃げ切りたい感じではございますが、めっちゃ考えてますね。あ、まあ取るよね。同飛車に対して歩はぬるいのかな。同飛車に歩はぬるいか。いやーでも怖いな。怖いんで酔っ払います。1分30秒。これは私切りますよ。竜作りに行きます。よし、時間は勝ってる。逃げ切り作戦でいきましょう。ん？取るとなんだ？取ると王手飛車か。取ると王手飛車。それは嫌なんで。まあ、金ですかね。危ねえな、王手飛車だった。これは中入って。底歩ですかね。あ、違うか。香車拾うと
いや違うな。同銀の駒損覚悟で逃げ切り作戦でいきましょう。よし、相手はあと5秒だ。これはいけそうだ。金取っちゃいますか。危ねえ、欠金打たれたら危なかった。時間切れだ。よっしゃ楽勝。